はい、いろいろあって遅れました。11月13日、7時50分の相場解説です。いつもよりね、1時間20分ほど遅れていますけども、チャートの方を見ていきましょう。デイリーですね、まずは。デイリーで私がいつも引いてる線、皆さん覚えてますかね？こういう風に下がっていった線、これも随分前から引いてますよね。そして現在は、こういう風に上がっていってるよってことでございます。当初はね、こういう風にジグザグに行ってるんではないかなっていう風に、申し上げてましたけども、まあ、ジグザグ行ってるんですけどもね。でも当初の形とは違って、まあ、ざっくりとね、右肩上がりになってるよっていうのがデイリーです。だから今、上げトレンド、上昇トレンドですよね。で、次、4時間の方を見てみましょう。4時間はすごく特徴的で、何が特徴的かというと、ここら辺からね、切り上がってるように見えるわけなんですよね。で、全体的にも右肩上がり。ここ、ほら、私がね、ずっとレンジですよってところはレンジだったでしょ。で、レンジを抜けた時に組み上げて、このレンジを抜けてですね、上の方に行っていると。ここからは、この下には下がりにくいんじゃないかなって考察をしました。で、多くの方が感じてらっしゃるところで、ちょっとね、目利きのいい方は、ここにヘッド&ショルダーができてるんじゃないのっていうふうにね、感じる方がいると思うんですよ。うん。ところがですね、1時間見てみると、そうではないっていうことがわかります。ヘッド&ショルダーではないですね。ヘッド&ショルダーの場合は、もうちょっとこのね、真ん中が大きいんですよ。ここがね。大きいのと、あとヘッド&ショルダーでないなと思うのが、こう頭が割れてるんですよね。ちょっとこれは単なる波だと思うんですよ、これはね。ただですよ、こっから大きく下がることはありますよ。ヘッド&ショルダーでなくて下がるんですよ、それは。と私は思います。いや、なので、ね、人によってはこれはヘッド&ショルダーだっていう風な方もいると思いますけど、私はヘッド&ショルダーには見えないんですよね。ですからそこには囚われずに考察していこうかと思います。そうなった時、私はどういう風に見るかっていうと、こっちの方に上がっていくって感じるんですよ。デイリーも4時間も1時間も上昇トレンドの間ですよってことなんで、買いでとにかく取っていこうかなって考えます。ヘッド&ショルダーの説いくと、大きく下がって取るっていうことになりますんで、売りでエントリーかけることになりますよね。で、私はね、109円を回復して110円に向かっていく、その方向で考えております。買いで取れるんではないかなと思いますよね。皆さんどう感じでしょうか。では、本日は以上ですね。